目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。寒い寒いです。本日突然ですが現在私の部屋の気温は、室温は3度です。寒いね、死んじゃうよはい、ということで、極寒の中ですがやっていきましょう。今回も幸福計画の続きでございます。さて、前回またかと思った、なぎひこくんの友達の彼女がさらわれたというか、陽キャグループにね、奪われたということで、その彼女を取り返しに行ったんですがね、どうやら誰だったかな、クキ君かな、クキ君の大切な彼女の正体はどうやらフィギュアだったようですね。はいちょっと言い方あれなんですけど、かなり前回ね、終盤の方で私はモチベーションだだ下がりだったんでフィギュアかよってね。はい、今回はその続きでございます。で、フィギュア、ちょっとだったら彼女なんてオタクらしくないこと言わないでよ。ってことはまさかあれを連れ去った大宮たちって、そうだよね、陽キャグループの大宮くんたちもオタクの仲間だったりしますよね。誰がお前の彼女だ、お前に、コナタは渡さん、コナタちゃんって言うんだね、このフィギュア。独り占めしているみたいに言うんじゃねえ。あとこのフィギュア手作りのくせにクオリティ高すぎ。え、本当に、あ、でも陽キャでもね、普通にオタッキーな子たちは、っていうか逆に最近増えてますけどね。なんであんまり違和感はないですが、ごめん、これからは言い方に気をつける。こっちこそ手洗い真似して悪かったな。とりあえずよかったさあもうねそろそろいいですよこの場面はね。よし、仲直りの記念だ。今夜は DVD 見て徹夜で語り合おうぜ。賛成。よかったね。なんとなくこの3人は蚊帳の外、そんな雰囲気ですよね、もはや。そりゃそうだよね無言にもなるわ。なんかあっさり和解したな。そうだね、介入しなくてもよかったような、そんな内容でしたね。巻き込まれそうだ。そうだね大団円、大団円っつうのこれ、なんて意味、大団円って結構じゃねえか。よくない、僕らの協力は何だったのさ。時の何もしてねえだろで、巻き込まれた張本人は大笑いしているもんな。そうだね、大団円ってことでいいのかな、本当に大団円で合ってる、ちょっと読みにくいけどなぎひこ、なぎひこ、なんだ、なぎひこのガリガリ君もらっていい？すごくないそれ、どんだけ保存できるガリガリ君だよそんな常温でもね、何時間も耐えうるガリガリ君なんてあんの？本当にある、嘘っておい、わい、もらった、カバンから勝手に持っていくな、早く食べないと溶けちゃうよ。そうだよね、シャクシャク、もう食べられてしまいますね。うわー、俺のソーダ味。なぎひこくんはどうやらソーダ味派ですね。皆さんあれ知ってます？梨味ってとてつもなくうまい、もうこの世の終わりくらいうまいアイスがね、ガリガリくん味の、ガリガリくん味じゃないや、梨味のガリガリくんがあるんですけど、ぜひ食べてない方はね、食べてみてください。あ、でもあれ確か期間限定だったような気がします。はい、また買いに行けばいいだろ。で、さっきからぼんやりして何かあったのか、なんだろう。実はな、他校の女子から告白されたんだ。なんだと、これはまずいでしょう。え、これ小春くん的にはね、かなり衝撃的な発言だよね、なぎひこくん。だって小春くんはなぎひこくんのことが好きだから
そんな嘆彦くんが他校の女子から告白されてしまいました。これはちょっとこれからの展開とても怖いね。もし小春くんヤンデレになっちゃう？ちょっと見たいね。見たいけど残酷な結末も予想できるね。そうか、ここは男子校だから目立ってしまうのか。なぎひこが告白された。で、週末までに返事をくれって言われて、それはだいぶ急ピッチですね。急ピッチでことは運んでおります。校内の綺麗どころ独り占めするばかりか、他校の女子までだと。お前はどこのギャルゲーだ。野郎ども泥まみれにするぞ。泥まみれ、彼女ができた生徒祝福を込めて担ぎ上げ、嫉妬を込めて泥に投げ込むという校内に伝わる伝統行事。そうなんだ。それはともかく、まさか嘆彦が告白されるなんて。嘘、ちょっと大丈夫？泣かないで、まだ大丈夫だよ、まだ挽回の余地あるって。だってだってこの顔、絶対この顔は女の子に興味ないよね違うかな。なんだよそのあんな、俺がモテちゃ悪いか。てめえ、一回告白されたくらいでモテ男気取りやがって。もう許さん、野郎どもやっちまおうぜ。ちょ、予想外すぎるんですけど、コアルどうする？これはだいぶ昇進ですよね。教室を離れる、みんなを止める。ちょっと待てよ、現在のね、小春くんの心境でみんなを止めるような元気が残っているとは到底思えません。なんでここはね、ちゃんと傷ついてちゃんと傷ついてっていうか、なんかみんなを止めるよりも教室を離れた方が流れ的には自然かな。ということで教室を離れましょう。ちょっとね、そろそろ嘆彦くんにも気づいてもらわないといけないので、はい。コアル、どこ行くの？待って、助けてくれー。ああ、死んだ死んでしまわれたか。大丈夫？こんなことになるなんてね。どうかしてたよ俺。嘆彦だって女の子に告白された方が嬉しいに決まってる。女でも女みたいでもない俺に好かれて、女でも女みたいでもない俺に好かれて、あ、自分ではそう思ってるのかまあ確かに中性的ではあるけど、嬉しいもんか。なんでこんな当たり前のことを忘れていたんだろう。諦めるの？そういう方向になっちゃうか。やっぱり振られて気まずくなるくらいなら今のままでいい。叫んな。あ、これは時野くんが許しませんか。初めから決めつけてんじゃねえよ。バカ野郎、何が今更不安がってんだ。もう知れて。コアル、報告に、僕に付き合え。拒否権はねえかんな。何をする気だろう。でもだいぶいい流れじゃない。あ、本当に投げるんだねこれね。嘆彦くん、ごめんなさい。くそ、ガチで泥まみれにされるとは。そうだったね。パンツ一丁で、デーテに投げ込まれる貴重体験なんていらねえ。運動部のシャワー室借りたもののパンツは泥まみれのままだ。そりゃキモいね。キモいじゃない、気持ち悪いか、ちょっと言い方がねなんか嘆彦くんがキモいみたいになっちゃった。これ落ちっかな。もう捨てるしかないかもねそれ。コアルたちは2人でさっさと行っちゃうし、もう泣きてえよ。別に告白してきたあの女の子と付き合いたいわけじゃねえんだけどな。あら、これは何だろう、告白してきた女の子好みではないということかな。だって昨日会ったばかりの何も知らない相手に彼女にしてくださいって言われてもな、他校だしね。どうやって彼女は嘆彦くんの存在に気づいたんだろう。嬉しかったことは嬉しかったけど、小春たちと遊べる時間が減っちゃうって考えると、考えるあたり俺ってガキなんだろうな。まあ分からんでもないけどねそれね。結局彼女できちゃうと
ね、そっちに時間を割かなきゃいけないんで、ね、なぎひこくんの言ってることはとてもとてもわかりますよ。負け惜しみじゃありません。はい、私には彼女いませんけど、うん、やっぱりまだちょっと遊んでたいんでね、うん、それに付き合うなら自然に好きになった相手とがいいよな。じゃあ今回は必然ってこと？こう普段から身近にいて、くったくなく笑いかけてくれる、守ってあげたくなる感じの、おおるやん、これいい流れじゃない？両思いじゃないか、安心しましたよ。でもそれじゃあ誰もヤンデレ化しない可能性もある。うーん、ちょっと困ったな。ヤンデレに、いやすいません、ヤンデレさんにね、うん、出てきてほしい。ってこう無駄に理想のある童貞ほど惨めなものはないんだろうな。そもそもそんな理想にかなう相手もいねえ。おるやん、いますよ。そうよ、あいつって誰？ちょっと、これは願ってもない展開じゃない？小春くんのことを言ってるんですか、あいつって。なぎひこくん、隅に置けないじゃないか。最初は暗い印象だったけど、俺やときのに、は無邪気な顔を見せてくれるんだよな。なんか特別に信頼されてる感じで、うん、やっぱり小春くんのことだね。無性に可愛く見え。待て、おい、こら、俺今何を考えた？ん？何か不自然なことでも終わりかい？いやいや、好きなんでしょ、小春くんのこと。何か問題でも？あいつは男だ、親友だ、そんなことがあるはずがないんだ。そうだ、思い出せ、普通に一緒に着替えてるし、中学の修学旅行も同じ風呂に入った。一緒に入ったの？違うか。違うね、これは同じ風呂に入ったってだけだね。うん、同じ部屋の。一緒に入ったんじゃないの、本当は。おいおい、あの時は小春が急に熱出したんだっけ。そうなんだ。それやっぱり一緒に入ったってこと？それで小春くんが上がっちゃってっていう展開ですか？心配かけるからって我慢できなく、なるまで黙ってて、人に助けを求めるのが下手なんだ。3年前から全然変わんねえ。そういうのを見てると俺が守ってやらなきゃって、気がして。うん、待て、ウェイト、なんでこのタイミングで小春を思い出したんだ。何か不自然なことでも終わりかな。そうか、じゃあなぎひこくんはもともとのんけさんなんだね。うん、この反応を見るとおかしいだろ、信じらんねえ。これじゃまるで俺が小春を、あの誰だろう、この気持ちは何なんだ、どういうことだ、おい深谷さん、何なんだよ。あ、すいません。誰、あ、わかった、これあれだろ、作戦だろ。そうか、これがね、一目でわかるもんね。君は小春ちゃんだね。うん、なるほど、これが例の作戦なんだ。可愛いね。おいおい、俺をのんけにさせるつもりか。許さんぞ。うん、可愛いね。なんだ、なぎひこくんの周り男の子しかいないのか。それは羨ましいですね。びっくりした、変なことを考えてるから、幻覚見えてるのかと思った。可愛い、しかも似ているっていうか本人でしょ。わかるやん、わかんねえもんだね。ごめん、なんかごめんなさい、俺の方こそごめん。いや、むしろ完全に俺が悪いんだ。これは発作みたいなもので、そう、俺の中にいる悪魔が目覚めたみたいなあれで、君は悪くない、何も謝ることはないんだぜ。 OK、 早口決め。今の早口か、くそ、焦ったな。うん、それじゃあ俺はこれで。待って、そのわ私と付き合ってください。それでいいのか、小春くんは。だって結局バレちゃうしね。あ、そうか、いいのか、学校では小春くんを振る舞って、そしてなんだろう、校外では
女の子を振る舞えば渚彦くんが他の子に落ちることはないということか。なるほど、サックスですねこれは。うん、いいんじゃない。さあ渚彦くん、確かこの子のことがね好みなんだよね。黙ってるね。はい、おっとカン。もうこれでもハッピーエンドでねいいと思うんですが、まだ続きそうですね。小春、うん、時野くんの作戦いいアイデアでしたね。なんだよ、暗いじゃない、せっかくうまくやったってのに。うん、でもあれは本当のね小春くんじゃないしね。でも似てるってさっきね渚彦くんは言ってたんで、素の小春くんのことが好きなんじゃない、やっぱりね。うまくいくと思わなかったよ。でいつ本当のこと言うの。毎回助走手伝う僕のミーもなってよ。うん、そうだよね、やっぱり大変だよね毎回毎回。ウィッグつけるだけじゃやっぱりバレるよね、ヒゲも剃らなきゃね。ね、私もあのヒゲ毎回毎日剃るの鬱陶しいんで、あの永久脱毛しちゃいました。突然のカミングアウトですね。はい、それは悪いと思ってる。でもあと少しだけ頼む。うん、さあ渚彦くんとこれで正式に彼氏彼女現時点では関係になれましたね。俺は親友を騙している。うん、渚彦、時野ちょうどいいや、小春見なかった、もう帰ってよ。そんなことより彼女は、ん、彼女とはどうなん、可愛いんでしょ。あら、時野くんはもう知ってるっていうことになってんの。まあな。幸せ者め、じゃあ僕も帰るね、大切にしてあげなよ。そうだね、優しいね。おい、ちょっと、え、すごいね、日本中探してもさ友達2人男の子ってなかなかいなくない。ね、一人でも珍しいのに。大切にか、それどころか、ん、俺は彼女を騙している。ん、渚彦くんも、なぜ。あ、わかったぞ、本命がいるからね渚彦くんには。わかったわかった、そういうことだね。うん、渚彦くんの中で本命はね小春くんなんだよね。だけど本命がいるにもかかわらずこの小春ちゃんをに対して付き合ってしまったという、そういうことかな。まあご安心ください、どっちも同じ人です。ね、お待たせ、ん、今来たとこ行こうか。うん、あ、待って。ちょっと待って、どういう喋り方したらいい。ちょっと慣れない声つきで咳がね止まらなくなっちゃう。え、う、マジでこれノリノリやん、小春くんノリノリじゃない、腕組んでもいい。あ、マジか、あ、近い近いぞこれは、いいね、いいんじゃない、この、あ、割とほら身長差もあってね、身長差カップルほど羨ましいものはないんで。はい、いいですねこの身長差、頭半分分ぐらいの。俺は最低だ、渚彦を独占したいがために女のふりをして、ということは小春くんもよっぽど女の子のような声をしているということだね。え、絶対表現できねえ、俺のぶといもん声ね。渚彦の気持ちをもてあそんでいる。俺は最低だ、渚彦くんわかんないね、好きと言ってくれる女の子を透かして別の人を見て、あ、そうだね、うん、結局ね似ていると言ったからこの小春ちゃんはね小春くんに似ているから渚彦くんは小春ちゃんのことが好きであって、もうごちゃごちゃや。ごちゃごちゃになっちゃった、でも結局は同一人物なんで、まあいいでしょう。うん、彼女の気持ちをもてあそんでいる。渚彦が本当に俺のことを好きだったらいいのに。好きでしょ、そうか、可愛らしいね。うん、本当はどっちも両思いなのにこうしてるわけだ。
彼女が本当に小春だったらいいのに心配無用全然大丈夫です、うん、よかったよかった。くだらない妄想だ。こうしていると時々本当に凪彦と恋人同士になったような錯覚に陥る。こうしていると時々本当に小春と恋人同士になったような錯覚に陥る。できることならいつまでもこうしていたい。うん、夢は叶った。カンまだ違うか。ダメだ、いつか本当のことを言わなくちゃ。ダメだ、いつか本当のことを言わなくちゃ。だけど今だけは、だけど今だけは、今だけはこの偽物の幸せに浸らせてほしい。うん、あ、本当に終わっちゃったえ、ハッピーエンド4、気づくまであと1週間。ん、後日談があるんでしょうか。どうかな。あ、本当に終わり本当に終わっちった。え、どういうことだ。あのエンディング名、気づくまで1週間、ということはこれはあれですね、いわゆるご想像にお任せください。うん、どういうことだ。違う違う違う、お任せしますということかな。うん、じゃあ本当にハッピーエンドと言っていいのかな、これはね。うん、ですがまだね、分岐から見るからに今回はエンド4なので、エンド1,2,3 は確実に最低でもあるので、次回また違うエンディングを探しに行ってみましょう。はい、ということで、今回ハッピーエンドかな、え、ハッピーエンドだったね、そういえば、うん、を回収できてよかったです。それではまたお会いしましょう。さよなら。